こんばんは、勝弘です。今日の脱獄アプリはですね、こちらの、電源ボタンを押してもらうと、こういう表示が出るんですけど、通常は、こちらの赤いところのスライドバーで電源を消すのと、一番下でこうキャンセルを押して、戻すボタンだけしかないんですけど、こちらの赤いところの下に、リブートと、リスプリングっていう機能を、追加する、脱獄アプリになってます。でこちらの、まあ、リブートと リスプリングがあるんですけど、まあ、こちらのどちらかをダブルタップしてもらうと、こうやって、まあ、再起動がかかるようになってます。まあ、脱獄してますと、まあ、どうしてもやっぱり、再起動をかけたりすることが、多々あると思うんですけど、まあ、それの便利にするような、まあ、機能になってますね。で設定を開けてもらうと、こちらのリパワーっていうのがあるんで、ここを押してもらうと、まあ、軽い設定が入ってまして、この状態だとこういう表示なんですけど、これ両方スイッチをオフにしてもらうと、ちょっと表示が変わって、まあ、スライドバーが3つ出てくるんですよね。上が電源オフで、その次がリブートで、その次がリスプリングですね。でもう一個上のセーフモードスライダーっていうのがあるんですけど、これをオンにしてもらうと、今度はこっちの緑の方ですね、これを、リスプリングじゃなくて、今度こちら側はセーフモードに入れるようになってますね。まあ通常は、セーフモードを消しといて、まあリブートと、リスプリングでいいかと思います。今日はリパワーの紹介でした。ではまたねー。